ただいま大月駅を通過しました。はい、皆さんこんにちは。サイクルガレージ K です。本日は相模原から、大月方面、大月方面からどこまで行こうかな、富士吉田の方まで走りたいと思います。自走でアップダウンのコースになっています。本日はよろしくお願いします。甲州街道をずっとまっすぐ行くんですけれども、国道20号線ここはひたすら大月方面に向かって走ります。いつもはね、隣の中央線でね、大月の方まで行ってるんですけれども、本日はね、ちょっとね、前々から走ってみたかった場所なんで、今回は自走で富士の方に向かっていきたいと思います。今回はね、富士ヒルには登らないで、そのまま浜中湖の方までね、ぐるっと回って、で御殿場を抜けて、小田原を抜けて帰ってくるルートになっています。
かった。こんにちは。ここまでね、苦じゃなかったね。シンプルな道がある。めっちゃデコボコしてるから、ここだけかな。行けたら。さあ、大津を越えて、リニアモーターの実験室があるので、そこまで行って。さあ、大津駅を通過しました。大津駅はね、某ある漫画のね、ジャンピーのね、漫画の、丸劇相馬の舞台にもあったね、場所でありまして、いや、こんなど田舎なんですけど、まあ、何気に。ここから、ね、富士山の方に走っていくライダーが多いです。まあ、あともうちょっと行ったらね、ソーラーカー、リニアモーターのね、実験施設があるんで、ここをとりあえず目指したいと思います。いやー、毎度ここ走りやすいね。トラック多いけど。センターの中はちょっとまだ未定です。入るかどうか。お子様連れが多ければちょっと考えます。まあ、その分とかだったから